おはようございます、えー、小林東京大学小林研究室修士2年の松下です。えー、本日は ESOP2020 に投稿しました論文、Last h o n c h c b a s e d Verification for Last p について発表いたします。えっと、この論文はもともと僕の卒業研究で出たアイデアをもとにしたもので、えっとまあ、本来、えっと、今年の PPL で発表して、そのあと ESOP でまた。 発表する予定だったんですが、まあ、両方ともあの、まあ、キャンセルになってしまいまして、まあ、今回が初めての口頭発表ということになります。えー、このような機会を、えーえー、今日はいただけて、えー、と非,常非常に、えー、幸運に思っております、えー。それではよろしくお願いします。はいえー、まず、えー、本研究の背景と概要について。えー CHC コンストレインド・ホーン・クローズという、えー、ものに基づく自動プログラム検証というのが、えー、近年、えー、人気があります。えっ、ー、と、えー、ビョルナたちの、えーとえー、サマリー論文があるので、よければご覧ください。で、えーと、これはどういうものかというと、えー、とこのような、えー、上のような、えー、とプログラム検証問題があったときに、それを、えー、と下のような、えー、論理式の形に落とし込むというものです。えっ、ー、と、 えっと少し、えー、詳しく見ていきましょう。えっと、できれば、えっと、この論理式が読めるようになってもらえると非常に助かります。えっと、まず、このプログラムは、えっとまあ、最特に再、ま、起、あ、が絡むようなプログラムが興味深いんですが、えっとまあ、ここではまあ何らかの再起関数があって、でその後、えっと、それに対するテスト関数がありますで、えー。その中にこのアサート文があるんですが、このアサート文がどんな入力に対しても常に成功する ということを、えー、と検証するというような、えー、と問題になっています。で、これを、えー、とどういう論理式に落とし込むかというと、えー、とこの以下の CHC と呼ばれる形なんですが、これは、えー、と意味論としては基本的には、えー、と普通の1回述語論理の形なんですけれども、えー、MC91 というのは述語変数となっていて、えー、とこれは、えーとまあ、この時点では意味がまだ定まっていない述語 ととなっているっているうのが、えー、特色ですで、えっと。このように MC91 という実語、えー、変数に関する制約がいくつかあって、えー、これを満たす、えー、MC91 が具体的に存在するかどうかというのがちょうどこのプログラム検証問題が政府、えー、と判定されるかどうかと同時になっているというわけです。でえっと まあここでえっともう少し詳しく見ていくと、この1番目は、このえっと IF の前節に対応していて、N 入力が、ああで、この MC91 という述語自体は、と N というのが、この入力に、元のプログラムの入力の引数に対応していて、R というのはこのプロ、えー、この関数で返される、イントの返り値に対応しています。えっと、全体として MC91 は、大まかに言うと、入力が N のとき、 えっと、R という出力が変えるというのを表す、えっと、ものになっているんですけれども、まあ、これは実際にはえっと元のプログラムの MC91 よりは緩、えっと、い制約となっているので、えっと、それえ、厳密には、えっと、そこれを満たせますえっとこの2つを満たす最小の MC91 がこのプログラムの入手する関係に対応しているということになっています。まあえっと、細かいことは置いておいて、えっと、具体的に見ると、えっとえっと、まず、 入力が100より大きければ、えっと回り値 R は n-10 となっているというと読めます。でこの2番目は、えっとそうでなければ n が100以下だったら、えっとまず mc91n+10 すを呼び出して、でその回離値を R- とすると、えっとえっとそれをえっとまた mc91 に投げて最終的に R が得られたらそれが回離値になっているというふうに読めます。でこのえっとそれぞれなんか n とか R とか R- っていう変数が 出ているんですが、これは、えっと、このそれぞれの式で、えー、全省量がされていますで。最終的にこのアサートに対応するのがこれで、えっと、入力が101以下だったらで、えっと、この関数を呼び出して停止すれば、えっと、91が変えるという部分整当性を証明しています。で、えっと、でこの問題は、えっと、実際に、えっとまあ、正しく解けて、えっと、この回は 例えば、R、このような R=91 または N が100より大きい、かつ R=N-10 というような解が存在します。これは元のプログラムでいう普遍条件のようなものにちょうど対応しています。でこの CHC というのは結構性質が良くて、既存の CHC ソルバーがいろいろスペーサーやホイスナブといったものがあるんですが、それらを使って効率的に解くことができます。しかしながら、ポインターソースが軽めな プログラムだと、えっと一般に検証がが困難であることが知られています、まあ、いろいろ、えー、既存手法は、まあ、あるのですが特に主だった既存手法ガンファンケルらのものでは、えー、CHC において、えー、メモリ状態を配列によって表現することで対象しました、えー、これは、まああれえー、と柔軟にいろいろなプログラムを扱えるものの一般にはスケールしづらい手法となっています、えー、以下に、えー、と代表的な例を挙げましたあ代表的というか、えー、簡単な例を挙げました えっとこの JREC という関数は、ポインターを受け取って、えっとまあ、ターチに変えるかもしれないし、もしくは、その現在の値を一旦 A0 というものに保存して、その後、B という変数をまあスタック上に置いて、その B へのアドレスを持って JREC をまた呼び出して、その結果が true であ,るあって、なおかつ、この MA という値が変化していない、A0 のままだったら true を返すというようなものです。 でこれはパッと見、えっとまあ、破壊的更新っぽいことを行っていないので、まあ、えっと常にツールを返すことが期待されます。えー、しかしながらえっとこれをえっと素直にこの方式で CHC に落とし込むと右のような論理式になってしまいます。えっと、この H、H ダッシュというのはえっとメモリ状態です。H が入力、えー、最初のメモリ状態で、H ダッシュがえっとこれが呼び出した後のメモリ状態です。 また、えっとえっと、この B とかを、えー、スタックにアロケートしないといけないので、それをアロケートするための、えっと、スタックポイントというものを、えっとこの問題の場合は、えっと、きちんと考える必要があります。詳細はさせておき、えっと、このような論理式になるのですが、まあ、とにかく、えっと、メモリ状態やスタックポイントに関する性質をきちんと考えないといけないということになります。 でえっと、でこの問題は、まあ実えーまあ、手では少なくとも解くことができて、えっとまあ、結構、えっと、解,解は長くなるんですが、まあ、こう書けるんですけれども、えっと、この解っていうのはどうしても、えっと、そのヒープ全体に関する、まあ、ヒープのある大きい領域に関する、えっとえー、全小量化を絡んだような、えー えー、論理式がないと、えー、書けないというものになっています。えっと、こういったものは、えー、ソルバーによって自動的に見つけるのは非常に難しいものになっているので、できれば、えっと、そういうことは避けたいということになります。そこで、えー、本研究では、えー、ラストのプログラムから CHCA の新しい帰着手法による自動検証の手法を提案します。ポインターを扱うプログラムの検証において、えー、メモリの表現、 先ほどのような、えっとまあ、非 H だったりとか S だったりのようなメモリの表現をなくして効率の良い検証を目指すというものです。でえっとまあ、ラストっていうのを、まあえっと、急に導入したんですが、ラストっていうのは、まあえっとまあ、最近登場した、えっと、C とか C に変わるような、まあ、システムプログラミング言語で、こ,れはこの言語は型システムによって、えっとまあ、ポインターに関する安全性の保障をいろいろと行っています。 でえーとまあ、概要を言うと,、えー、と、それぞれのポインターを、えー、と値の組で表現します。現在の、えーとえーとまあ、<laughs> アスタリスク MA にの、まあ、つまり MA に、えー、とストアされている値に相当するんですが、えーと、現在の値だけではなくて、借用というものが終了したときの,の未来の時点での値も持つというのが、えー、と非常に面白い特色となっています。 これについて後で詳しく紹介します。でえっとまあ、この手法は幅広い機能、特に再帰的データ型や再借用と呼ばれるものを扱います。また、えっと、本研究では、えっと、この手法の正当性を証明して、なおかつ実験,性で,有効性実験で有効性を確認しました、えー。提案手法がどういうことをやるかという外観をここに示します。まあ、こ,のこのプログラムが、まあ、既存手法では、まあ、もう小さくしましたが、AGE、えっと。 エースとかが絡むような論理式だったんですけど、提案手法で変換すると、まあ、右のような、えー、と非常に簡単な論理式になります。でえーとまあ、これにおいて、えー、と MA というポインターが A と a 丸という値の組みに変わっていることが分かると思います。でえーとまあ、メモリの表現が実際、不要になっていて、でえー、と実際、この CHC に対しては非常に簡単な回、えー、R=TRUE という。 非常に自、えー、名な回が、えー、存在します。まあえーまあ、特にこのプログラムに関しては、ポインタに関する破壊的更新は一切行ってないので、まあ、非常に自名なものになっているんですが、後でもっと面白い例を、えー、紹介いたしますので、えー、お待ちください。えー、それでは、えー、まず、えー、ラストの型システムについて、えー、少し紹介していきたいと思います。 えー、ラストでは型システムによってポインタの権限と呼ばれるものを制限して、えー、安全性を保障しています。まあ、これはアク,、まあ、アクセスするための権限ということなんですけど、えーまあ、一大原則がありまして、2位の資源、2位のリソース X に対して、あるポインタが X への更新権限を持つとき、他のポインタは X への権限を一切持たないというものです。でえっとまあ、あるポイントがその X いろいろ書き換えられるときは、他のポイントも X を読むこともできない、もちろん更新することもできない、もちろん,ちろん、まあ、更新することもできないというものです。まあ、このおかげでいろいろプログラムの性質が良くなります。でえっと、ラストでは特に借用と呼ばれる、えー、興味深い仕組みがありまして、えー、あるポイントの X への更新権限を X を指す新しいポイントに貸すという操作ができます。でえっとまあ、その間、えー、しその 貸、えー、しては、えー、資源 X へのすべての権限、読み取り及び更新の権限を失いますで。特にここで作る新しいポインターっていうのを可変参照というので、えー、覚えておいてください。えー、下に、えー、と非常に簡単な例を示しました。えー、まず、えーと、A という、あこれは、えー、とラストの公文で書いてあります。でえー、まず、A という、えー、とインテジャーの変数を、えー、用意します。これは、まあ、適当に1と初期化しておきましょう。 で、えっと、それに対して、このような操作を行います。これが可変借用というものです。えっと、まあ、A, A の指している先にはまあインテジまのデータ、インテジャーのリソースがあるわけですが、えっと、それを指すような新しいポインターを作ったわけです。で、それを今 MA と名付けました。型としては、イントに対するまあミ,ュミュータブルなリファレンスという型になっています。で、えっと、その後、 MA、えーま、にストアされているバリューを、えー、と10増やして、でこ,のここで、えー、と借用が終わりまして、A にまた更新金額が移って、えーと、値を表示すると、まあ、めでたく11と表示されましたねというわけです。でえー、とこれにおいて、えー、とまず A がこの更新権限を持っているわけですが、えー、と一旦 MA に、えー、と借用という形でこの更新権限を貸しておいて、でそれで MA、えーま、が えっと更新を終えたら、M、MA のえっとアクティブな期間が終わったらえっと A にまた更新権が戻るというようなことになっています。<laughs> えー、それではえっと提案手法がこの借用とか可,可変参照による更新みたいな仕組みをえっとどのようにえっと生かしてどのように表現しているかということをえっと話したいと思います。えっと まず、えっとまあ、この下の欄から見てほしいんですけど、えっとまあ、ここで3行目を少しいじって、こっちでは MA に5をた加えるというのがやっていて、こっちは MA に、えっと、一気に10を加えています。まあ、これは、まあまあ、実際プログラムとしては、まあ、機械語レベルではもちろん違うんですけど、まあ、検証レベルで考えると、A にとっては、まあ、MA の値が途中で6になっていようが何になっているかが、最終的に11になっていること、 ということ以外は、まあ、特に関係ないわけですねこの下演算にを通して、まあ、更新するっていうのは、まあ、結構、まあ、厄介かいな、えーまあ、操作になるわけですけど、えー、この借用という枠組みのもとでは、えー、とこの貸してっていうのはこの借用が終了した時点の値だけを分かっていれば問題ないわけです。えー、というわけで、えー、とこれをなんとか CHC で、えー、ときれいに表現できないかと考えました。 でえっとまあ、実際、えっとまあ、それは方法がありまして、えっとえー、まず、釈用時、最初に釈用を行うときに変数 a 丸というのを、えっと、設きます。これは釈、えっと、用終了時の値、まあ、ここでは11とかいうのに対応するものです。これを、えー、貸してと下演算子の間で共有します。この変数にお、値というよりは変数というものを設けているというのが重要です。 で、えっと、次に、えっ、ー、と、下炎参照自体は、その現在の、今持っている値、まあ、この場合一ですね。1と、その、借用終了時の値、a0 との組み、a、a0 のペアとして表現します。で、下炎参照で、えー、更新を行うたびに、a は蓄積的に更新します。えー、そして、えっ、ー、と、最終的に、えー、まあ、下炎参照、a0 を解放するときに、えー、その時点で、えっ、ー、と、a0 は、えっ、ー、と、 a になることが確定するので、a= マルイコール a という、えー、条件を、えー、c.h に加えます。えっ、ー、と、まあこれは非常にシンプルなんですが、これだけで実はラストの火炎算子を使った更新っていうのは基本的にえっ、ー、とすべて記述できるしまうんですね、えー。具体的にじゃあ例を見ていきましょう。えー、まずえっ、ー、とまあ基本的な例としてえっ、ー、と以下のようなものがあります。これはます、あ、まあさっきよりは少し複雑なんですが、えっ、ー、と特にえっ、ー、と可燃算子を の指す先が動的に決定されるという意味でひじめなものになっています。まず MAX という関数は2つ下辺参照を受けております。MA と MB、えっとま。それぞれインテジャーを指しているんですが、えっとまそえーで、現在の参照先の値を比べて大きい側を単に返すというような関数です。 でこのテストという関数内では、まあ、適当な A と B のまあ変数を取ってきて、それらに対する加減算子を取って、でそのうち MAX を使って、えー、大きい側を取るということです。でこの大きい側を取るというのはまあ動的な判断が行われていることが分かると思います。でこの後、えー、MC に対するインクリメント操作を行って、でえーでえー、こうするとまあ A か B のどちらかが更新されるということが分かると思います。えー、なので、えーと、ここで、えーと まあえー、と a と B はまあ違う値、えー、元とは違う値になっているので、まあまあえー、とちょっと考えないといけないんですが、まあ、ここではとりあえず、えー、と a とイコール B という条件で,で、ベリフィケーションしていますで。これは、えー、実際に、えー、と常に、えー、と成功します。まあえー、と大きい側を1増やしているので、差が1以上になっていることが分かるからです。でえー、とこれは以下のような CHC に変換されます。 まず、と Max は MA と MB を受け取る関数で、最終的に R として、解離値として、この整数 A の加辺参照を返すわけですが、MA と MB はそれぞれ A、a 丸、B、丸という形で表現されています。で、えっと、これ A と B が現在の値なので、普通にこれで比較ができて、で、えっと、現在、A の方が大きかったら、 えっと、MB の方はここで捨ててしまうので、ここで B0 イコール B という制約を加えるわけです。でそして、返り値は MA になっているので、これは単に R イコール AA0 a というえっと単純な式でえっと書けます。でえっと、逆についても同様,同様ですで。その後、えー、テスト関数はどういうふうに表現されるかというと、こういう感じで、えっと、まず A と B というえっと値があって、 で、えっと、それを借用したときに、えっと、借用が終了したときの値っていうのは、a0 と b0 となっていて、これは後で比較するときに見られます。で、えっと、これを呼び出した単に、えっと、mc というのを取るので、これを c、c0 としておくと、これ、インクリメントを行っただけで解放するので、c0 イコール c+1 ということになります。で、えっと、で、えっと、これ特に、まあ、a、まあ、えっと、例えば5と3で呼び出したとかを考えると、 その場合、えっと、ウェガーが選ばれるので、これは、えっと、えっと、その時点で B0 は B に束縛されて、で、これは、えっと、A、A0 になっているので、この式は A0 イコール A たす1になって、まあ、ちゃんと、えっと、53で呼び出すと、B0 は3のままで、で、A0 が1増えて6になっていることがわかります。なので、これは6、もっとイコール3となって、まあ、正しいです、ね。で、まあ、このようにして、えっと、まあ、これ、ちょっとトリッキーに見える、 かもしれないんですので、えっとまあ、これによって、まあ、A0 とか B0 とかいう、まあ、い一見まあ未来の値で、まあ、すぐに決まらないように見えるものでも、まあ、そ,のじそ,その場でその場できちんと、えっと、その値を決定してやることで、まあ、最終的にきちんと正しく A0 とか B0 とかいう値に関する情報が得られるというのが面白いポイントです。 再帰的データ型を扱う検証例についても見ていきましょう。これは、えー、特にリストの破壊的更新を扱うものです。えー、この、えー、プログラムは、えーと、まずリストというデータ型を定義して、でそ,のえー、そして、えー、とピックという関数を定義しています。これはリストへの加易参照を受け取って、でえーとまあ、そこから、まあ、その中を見て、まあ、ちょっと まあ詳しいことは省略しますが、まあ、その中から、いずれかの要素、リストのいずれかの要素への関連参照を取ってくるということです。これはインテジャーのリストなので、まあ、この要素はインテジャーへの関連参照になっています。で、えっと、まあ、ま、えっ、と、省略してますが、まあ、サムという、リストの和を取るサムという関数も定義しておきます。で、えっと、ここでテストする内容というのは、えっと、 まあリストがあって、そのサムを S0 として保存しておいて、その後、リストから適当な要素への関連参照を取り出してインクリメントすると、リスト全体のサム、このエリアが更新された後なので、このリスト全体のサムっていうのはえっと元のサムからちょうど1増えているということです。これを CHC に変換すると以下のようになります。 ここではちょっと,、えー、とスライド見やすさのために、えー、といろいろ人間向けに整理しているんですけど、まあえー、とこ,のこのように、まあえーとリ,スまあ、リストというのは、まあ、コンテツのペアがあって、まあ、それを分解してとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そういうような操作についてもこの手法は、まあ、非常にうまく使えるようになっています。このっ、えー、と戦闘、えー、要素を取ってきて、他は捨てるので、ここは固定で、えー、とこことここだけが違うというふうになっていて、 でこの場合は、えっと、テールから取るので、先頭要素は同じ AA のままで,で、残りについてピックをまたやるという感じになっています。で、えっと、その後、えっと、テスト関数っていうのは、このようにかけて、えっと、リストがあったときにそれを写経して、えっと、ここで見る値っていうのを、えっと、LA○ というふうに名付けると、えっとまあ、ここで後で確かめられて、 でこれの解離自体は a、a0 と名付けておいて、で、a0 は a プラス1に束縛すると。で、そうするとこういうふうな条件が得られるはずだっていうような検証になっています。えっと、ここで、えっと、sum は、えっと、リスト上機能的に定義された関数とします。これは実際には、まあ、えっと、最近のソルバーだと自動的に、えっと、えっと、えっと、プログラムから抽出することができたりします。で、えっと、こ,れこの CHC っていうのは非常に単純な解がありまして、えー、a0 が a から増えた分っていうのがちょうど えっとリストのエー LA 丸のサムがえっと LA のサムから増えた分に対応しているというものです。えっとこれまあなんか一見するとまあかなり、まあ、難しいものに見えるんですが、まあ、これはえっと非常にまあフェが良いものをやっていて実際に後の実験においてもえっと実際のえサーソロバーを用いて完全な自動検証に成功しました。えー、また本研究では、えー、この変化の形式化と正当性証明も行いました。 詳細は省きますが、ラストの形式化ー o r というのを作って、その上で変換を形式化して、さら、えー、に変換の正当性を証明しました。具体的には、えー、と2位の関数 F について、F の CHC 表現上の最小解と F の入出力関係というのがちょうど一致しているということです。でえー、とここで用いたテクニックとしては、えー、CHC 上のレゾリューション増出というものと、えー、とプログラム実行との間の総模法。 というものを、えーとまあ、テクニックとしては用いました。ここで、社用終了時の体験が、まあ、未来のものになっているので、これは一旦変数として扱うというのが工夫した部分です。えー、実装とあ、えー、実験です。えー、提案手法に基づきまして、ラストプログラムの自動検証機、ラストフォンというのを実装しました。これは、えー、コンパイラーの中間表現を利用していて、いろんな機能をサポートしています。バックエンドにはスペースアートホイスという CH セルバーを使いました。 で、58個のベンチマークで既存手法の C 本というものと性能を比較しました。C 本自体は C 言語のための CHC ベース自動検証機で、まあさえー、最初の方に述べたメモリ表現を利用しています。でベンチマークとしては C 本由来のものと、加易参照に関するものがあって、それぞれラスト版と C 言語版を作りました。C 本由来のものについては、まあ、ラストで書けないものも多いので、えー、とセーフなラストで、えー、と型の作るラストで表現可能なもののみを選出しました。 えっとえー、以下が、えー、実験結果の概略です。えっと、この一番左が、えっと、新本由来の課題のすべてなんですが、まあ、ほとんどにおいて、えー、量検証器は同等の性,性能でした。海援参照による更新の絡む課題では、えっと、多くにおいてラストホーンのみが検証に成功しました。特に、えっと、新本をいろいろ禁じを行っているために、えっと、間違ってアンセーフと出すことが多かったりします。また、えっと、再帰的データ型の絡む問題については、 先ほど紹介したものがこのうち1つなんですが、ひじ名にもかかわらず、えっとまあ、自動的にしかもかなり高速に検証することができたということが分かりました。えー、関連研究としては、えっと、ポイントを扱うプログラムの CCM 基づき自動検証として、先ほど述べた C ホーンと,、えっと J ホーンというのがあります。 えっと、J-HONE は不縁、えっと、条件に基づくメモリ表現を行っているんですが、まあえっとまあ、柔軟性に少し問題があると、えっとえー、考えています、えー。また、ラストプログラムの型情報を利用した検証というのもいくつかあって、プラスティっていうのは、えー、半自動検証を行っているんですが、借、えー、用収容時の値に関する使用記述が行えるものです。えー、また、えっ、ー、とエレクトロリシスっていうのは、まあ、これは低照明支援を使っているんですが、回復算子をレンズというものを使って表現していて、まあ、少し関連があるかなという感じです。 えー、結論として、えーと、以下のように、えーと、ラストプログラムから CHCA の新しい帰着手法による自動検証を行いました。えー、これにおいて、えーと、火炎参照 MA というのを現在と着用収容時の値の組み A、A0 という形で表現している。で、えーと、メモリ表現を不要にしたというのが、えー、面白いポイントです。今後の課題といたしましては、安ーフコードを含むような、えー つまりえっ、ー、と権限によるか管理をまあすり抜けたコードを含むようなラストプログラムの検証もできるように拡張したいと考えています。えー、それではえっ、ー、と以上にしたいと思います。ありがとうございました。どうも発表ありがとうございました。それでは質疑に移りたいと思います。質問がある方は挙手またはえっ、ー、とじゃ挙手がありましたのでえっ、ー、と田辺様お願いします。はい。え音声大丈夫でしょうか。はい。 はい、えー、東工大の田辺です。えー、大変おもしろい話、ありがとうございました。ね、17ページをに移っていただきたいんですが。17は何もないですけど。あ、すいません、16ですね。ははい、はい、えーと、16ページの一番右の図で、えー、と最適的データ型で、はい、ラストフォンでもタイムをアウトしているのがまあ4つあると思うんですが、<あ>えとこういうのは、えー、とデータ型に何らかの性質があるとか,なんかあ考察として分かっていることはあるんでしょうか。あ,れあれ教ええていいい、たただきたいです。あえはいえー、っと、まあ そうですね。まあ、結構もうそ、そればってちょっと性質を変えただけで急にタイムアウトしたりとか、まあ、いろいろあって自動検証ってなかなか予測が難しいんですけど、まあえっとまあ、この前半がリストに関するもので後半が二、えー、分儀に関するものであの T がついてるものはほぼ二分儀に変えただけっていうものなんですけど二、まあ、分儀に変えるとまあ難しくなってタイムアウトし,しがちっていうのが分かります。であと、まあ、この s ム m 2っていうのはなんかリストから2つ要素を取って。えーよえー 二つの要素への関善参照を取ってきて、それぞれインクリメントするってことを行ってて、まあちょっとまあなんかこれよりは難しいっていう感じになっています。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっと他に質問はえー、っと伊ガラ先生から手が挙がってましたので、では伊ガ先生お願いします。あ、はい。えー、っと聞こえますか。えー、っと十、はい、えっと十一ページかなに戻っていただけますか。 あえー、と京都大学のです、えー、とあちょっとラストの理解を確認したいんですけれど、はい、この MAX は、えー、とだから IF の、えー、ここの t r u e f ォ l スによって MA を返すか MB を返すかが違っていて返されなかった方はここで借用が終わるってスタティックに分かるということなんですかねはいそうですあそうなんですねだから、えーとえー、と別の言い方をするとえっ、ー、と M MB とかに触りたかったら、イメージ的に例えばリタペアでリターンしてもらうとかしないと、いけないあそうですねあなるほど。この時点で、はいまあ、MB とか MA の情報がもうここで失われているのが分かるので、まあ、ここで束縛というなるほど、えっと例えばそのテスト側で、えっと、今は MAX に、えっと、アンドミュートをつけたのをそのまま渡してますけど、これ、束縛して渡して。 マックスを読んだ後に触るとかいうことはできない,ああ、えっと、いやえっと、MC を更新した後に A とか B を更新すること自体はできますけど、えっと、アンドミュート A とかアンドミュート B にテスト内で MB とか MA とか名前をつけて、あはいはい、それを触ろうとするのは、もうックスを読んだ後ではもうできない。 そうですね、それは、ね、MC と MA、はい、とかかぶってる可能性があるので,ですよね。いいはいはいはいあかりました。ありがとうございます。あの話も面白かったです。ありがとうございます。はい、えー、っと、えー、っと、それではそ、そろそろ、それではそろそろ時間ですので、えー、っと、発表はこれで終わりにしたいと思います。えー、っと、どうも、えー ありがとうございました。じゃあ皆様、発表者の方に感謝をお願いします。<laughs>